はい、どうもこんにちは、リップススタイリストの冠城です。今回はですね、リップスアイテムマニアの僕がリップスで今展開している9種類のワックス全ての特徴と、この全てのワックスに合う髪型を紹介、そして解説していこうと思います。もうリップスワックスどれ買ったらいいか分かんないって悩んでる方、最後まで見ていただければあなたに合うワックス絶対に見つかると思うので、最後までご視聴いただければと思います。それでは早速このリップスワックス9種類を徹底解説していきましょう。それではマットハードワックス、こちらのワックスは超万能型のワックスになってます。もしワックス何買ったらいいか分かんない、自分に何が合うのか分かんない、そう思った方、とりあえずこの白のマットハードワックスを買ってみてください。それぐらい超おすすめのワックスになってます。じゃあこのマットハードワックス何が特徴なのか、セット力はやや強めでツヤ感はちょっと弱めになります。なので自然な束感が出て、ふわっとした自然なボリュームが出せるワックスになっています。とにかくこうセット力もしっかりあって、こうつけやすくて扱いやすいんですけど、こうやりすぎたり決まりすぎないワックスになっているので、かなりいいとこ取りのワックスです。こう髪質に負けたりとか髪質を選んだりもあまりしないので、本当にとにかく万能のワックスになっていて、どのメンズヘアスタイルにも合わせられる一番人気のワックスになっています。ではこのマットハードに合う髪型は何なのか、自然にしっかりとした束感を出すハーフアップショートなんかがおすすめです。セット力は強めなので、ハーフアップショートなどの前髪上げにもしっかりと対応してくれます。自然な束感、そして自然なセット力を生かしてハーフアップショートなんかを作っていただけるといいと思います。続いてエアーマットワックス、こちらのワックスの特徴は超自然な素髪質感です。セット力、ツヤ感ともにかなり弱めになっているので、ワックスをつけてないようなナチュラルなスタイリングをすることができます。なので、ワックスをつけたくない方、束感をあまり出しすぎたくない方におすすめのワックスになっています。セット力はかなり弱めになるので、スタイリングの質感を出したい方、イメチェンをしたい方にはちょっとおすすめできないワックスになっています。では、エアーマットワックスに合う髪型は、サラ髪の素髪質感のナチュラルマッシュがおすすめです。ワックスをつけてないようなナチュラルなサラッとした動きを出したい方はこのワックスを使いましょう。何もつけてないとボサッとしてまとまらないナチュラルな素髪質感も、このエアーマットを使うことで自然なツヤ感、自然なスタイリング力でかなりサラッとナチュラルに決めることができます。ぜひサラ髪素髪質感のマッシュを作りたい方はエアーマットワックスを使ってみてください。続いてフリースタイラーワックス、こちらセット力、ツヤ感ともに先ほどのエアーマットワックスよりもやや強めの質感になっています。パーマとの相性も抜群で、あまり束感を強く出しすぎなかったり、決めすぎない柔らかいスタイリングをするときにおすすめです。ではフリースタイラーワックスに合う髪型は、韓流のサラッとしたカルマヘアなどがおすすめです。カルマパーマとの相性も良く、サラッとしたナチュラルな質感を作ることができます。やりすぎない質感で、この韓流のスタイリングもかなりセットがしやすいです。さらっとした中性的な韓流ヘアなどにはフリースタイラーワックスがおすすめです。続いてハードアクティブワックス、こちらのワックスはツヤ感はやや強めでセット力も強めになっています。特徴はかなり鋭い束感を出すことができます。パーマとの相性も良く、パーマの採点能力もかなり高いです。強めの束感を出してパーマ感を出したい方、かなりハードでアクティブなセットをしたい方におすすめです。ハードなセット力で持続力もかなりあるので、一日中スタイリングをキープすることも可能です。ではこのハードアクティブに合う髪型、ジェットモヒカンやベビーショート系のスタイルなどがおすすめです。鋭い束感とアクティブな動きを出すジェットモヒカンなどは、このハードアクティブを使うとかなり束感が強く出せます。ジェットモヒカンなど鋭い強めの男らしい髪型を作る場合は、ハードアクティブワックスを使ってみましょう。続いてグロスムーブワックス、こちらセット力はやや弱めでツヤ感はかなり強めのワックスになっています。パーマとの相性が抜群で、柔らかくふわっとした動きを出すのが特徴です。セット力がやや弱めになるため、あえてこのふわっとしたエアリーな質感をツヤっぽく出せるというのが最大の特徴になっているので、柔らかいセットをする方はぜひ使ってみましょう。グロスムーブに合う髪型は、強めのスパイラルパーマや強めの波巻きパーマなどがおすすめです。ツヤ系のスタイリングは固めの質感が多いですが、柔らかくふわっとエアリーなツヤ感を出すことで、この波巻き、そしてスパイラルの柔らかさを出すことができます。
ぜひ柔らかいパーマでツヤっぽい質感を出したい方はクロスムーブを使ってみてください。続いてハードブラストワックス、こちらはセット力はかなり強めでツヤ感は程よいツヤ感になっております。とにかくハードで無造作な動きが出せるワックスになってます。こうアクティブに散らしたり束感を強く出したい方はこのハードブラストワックスがおすすめです。最強のセット力で舞い散る毛束感や無造作な毛束感を作ることも自由自在にできます。ではこのハードブラストワックスにおすすめのスタイリングは何か。ツイストパーマやあとはアクティブに動かしたいベリーショートスタイルにおすすめです。とにかく前散るような無造作な毛束感をしっかり出せるのでツイストパーマと合わせることでかなり無造作な質感が出せます。そしてまとまりがちなベリーショートスタイルにもハードブラストワックスを使うことでアクティブに動かしてかっこいい質感を作ることができます。とにかく束感を強く出して無造作に散らしたい、そんなスタイリングをするときにハードブラストワックスがおすすめです。続いてウェットブラストワックス、こちらのワックスはセット力も強め、ツヤ感もかなり強めのワックスになっています。ジェルに近いような質感でツヤ感も強く出して乾いた後はかなりガチッと固まります。とにかくもうカチッと固めてウェット感を強く出したい方、そんな方におすすめのワックスです。強めのセット力で前髪をしっかりとかき上げたり、強めのツヤ感でパーマもしっかり出すことができるのでかき上げヘアやパーマ系のスタイルにも相性は抜群です。ではこのウェットブラストに合う髪型は何か。前髪かき上げのスタイルやハード系のパーマスタイルがおすすめです。とにかくセット力が強いので前髪をかき上げても前髪が落ちてきません。そしてかなりウェットな質感が強いのでパーマ感をしっかり出してそれを固定する力もかなり強いです。もうジェルのように質感をウェットに、そしてガチッとハードに固めたい方、そんなスタイリングをしたい方はおすすめです。続いてドライブラストワックス、こちらセット力はかなり強めでツヤ感はほとんどありません。なので最強のマット質感で束感を出すというよりはとにかくドライな質感でふわっとさせることを目的に作っています。なので束感はかなり弱めになります。その代わりドライな質感でかなりしっかりとボリューム感が出せてナチュラルな質感なのにふわっとしたボリュームを出す、そんなワックスになっています。ではドライブラストに合う髪型、速ドライ系のマッシュスタイルなどがおすすめだと思います。束感を出すというよりはエアリーな動きで質感シルエットをしっかりと作るナチュラルなマッシュスタイルがおすすめです。セット力が強いので髪質に負けずこの速ドライな柔らかい質感が毛が硬い人でも出せます。なので速ドライマッシュの柔らかいナチュラルな質感を出したい方はドライブラストワックスがおすすめです。続いてザ・グロスワックス、こちらはセット力がかなり強めでツヤ感はめちゃくちゃ出ます。もうとにかくツヤっぽさ、そしてタイトな動きを出したい方におすすめです。グリース系のワックスはかなりタイトにボリュームが収まります。そしてシャープでツヤっぽい強い束感が出せます。なので男性らしい強めの質感、そしてボリュームが少し出てしまう方はシャープに抑えながら強い束感を出してセットができるのでおすすめです。ではザ・グロスワックスにおすすめのスタイルは何か。タイトに動くベリーショートスタイルがおすすめです。ザ・グロスワックスを使うことでボリュームが出てしまう人もタイトに収まって強い束感を出すことができます。なのでこのようなシャープなベリーショートスタイルで強い束を出してボリュームを抑えるときにかなりおすすめです。ボリュームが出てしまう方、ちょっと乾燥して束感が出ない方はこのザ・グロスワックスを使ってみてベリーショートスタイルを作ってみましょう。ということで今回はリップスのオリジナルワックス9種類を全て徹底的に紹介してみました。この9種類のワックスをあなたの髪質や求めるヘアスタイルなどに合わせることで必ずやりたい髪型を作れます。ぜひリップスのワックス、かなり特徴が強いものになっているので自分の髪質や髪型に合わせてしっかりとワックスを選んでいただければと思います。では今回はリップスのオリジナルワックス9種類の特徴とそれに合う髪型を紹介させていただきました。ぜひ皆さんがワックスを選ぶ時の参考にしていただければと思います。もし解説いいな、分かりやすいなと思ったら高評価、そしてシェアしていただけると嬉しいです。こんな感じで僕インスタグラムや TikTok なんかでも毎日動画を更新してメンズヘアスタイルの疑問や質問を実際に検証して解説をしております。もし今日の動画が参考になったなっていう方はインスタや TikTok にもこれと同じような動画をたくさん上げているのでそちらもぜひご覧いただいてフォローしていただけると嬉しいです。
それでは他にも疑問や質問などあればインスタや TikTok でもいいのでコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。それでは今回も動画ご視聴ありがとうございました。